ヤギエゴアサは、ポーランド、リトアニア、ボヘミア及び、ハンガリーの王朝。ヤギエゴアサ、ヤギエロアサ、ヤギエロ朝とも呼ばれる。1386年に、リトアニア大公国の大公ヨガイラにより、ハンガリー王も兼ねたポーランド王ルド育一世を、継承した女王、ヤドビガとの結婚により成立した。王朝の年代は、各君主位によって異なるが、それぞれ以下の通りになる。 ヤギエオ朝の勢力図ピアスト朝が1370年にカジミエッシュ三世の死により途絶えるとアンジュ朝のハンガリー王ラヨシュ一世が選ばれポーランド王をルドビクとして即位した1382年のルドビクの死後ポーランド王位を継承した11歳の末娘ヤドビガは1386年にリトアニア大公ヤギエオと結婚したヤギエオは キリスト教に改修して、ブワディスワフを名乗り、ヤギエを朝を築いた。1387年、リトアニア全土が、キリスト教に改修した。1399年、ヤドビガの死により、ブワディスワフ二世による、単独の統治が始まり、以後35年以上継続した。その間に、ポーランド・リトアニア合同の土台が築かれた。ブワディスワフ二世は、己の名前を帯びた。 ヤギレオ朝の創始者である一方、異教徒としてのヨガイラはリトアニア大公国を建てた、ゲディミナス朝の後継者であった。王朝は両国を1572年まで支配し、中世後期及び、近世の中東王で、最も影響力のある王朝の一つとなった。ヤギレオ朝からは後に、ベラルーシの君主やボヘミア、ハンガリーの王位につく者も現れたが、1572年に、 断絶したブワディスワフ3世、ヤン1世、アンナ以外は、リトアニア大公を兼ねた。ブワディスワフ2世、ブワディスワフ3世、カジミエシュ4世、ヤン1世、ヤンアイアルブレイクと、1492年。1501年、アレクサンデル・ジグムント1世、ジグムント2世、アンナ。ありがとうございます。